私、海桜スタッフの多田直人と申します。そして海桜代表をしております古澤仁一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、皆さんにお知らせがありまして、うん、動画を撮っております。じゅんちゃんエンターテインメントなるホームページが開設されました。まさしくじゅんちゃんですよね。そうです、私がじゅんちゃんです。何なんですか。まずですね、はい、あの海桜とものすごく関わりがあるんですけど、はいはいはい、まあ、音楽は僕好きなので、けど音楽を聴くとこう盛り上がったり、うん、いい思い出もついてきたりしますので、はい、今まではコンサートっていうのを、ね、うんうん、ずっと続けていたんですね。あ、海桜が主催するコンサートっていうのをやってたんですね。はい、そうなんですよ、ずっとやってたんですよ。なるほど。まあ、途中からですね、はい、もうゴミ拾いに専念しようということで、コンサートとかちょっとお休みをしているところなんですけれども、はい、やっぱり好きなので、あの僕たち映像を作るじゃないですか、はいはい、その後ろに流すための曲ですとか、うん、はい、スタジアムで流すとか、はい、いろんなことがあって、はい、音楽制作はですね、はい、各いろんなミュージシャンとさせていただいてたんですよ。なるほど、そうですよね、うん、いろんなプロのミュージシャンの方たちと音楽作ってもらったりとかしてましたもんね。そうなんです、はいはいはい、古澤工業、うん、F マリーンといったところに、うん、じゅんちゃんエンターテインメントというものを置いて、うん、はい、音楽の資金をそこに投入して、はいはい、で海桜に無料で提供するというか、海桜と密接なんですけれども、じゅんちゃんエンターテインメント、あともう一つ、はい、そんな大それたエンターテインメントじゃなくて、なるほど、こうちょっとすごく身近な笑いっていうのが、うん、なるほど、人を支えたりするので、はい、これから曲だけじゃなくていろんなちょっとしたお笑い、なんか日常の中にある楽しみとか、はい、やっぱそういったものを提供できたらなといった感じなんですかね。そうです、じゃんけんもそうです。じゃんけんもそうですよね。じゃあ実際このじゅんちゃんエンターテインメントで何ができるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、じゅんちゃんエンターテインメントで検索してもらうともう出てきますね。はい、もう出てきますか。トップに、はい、ありましたね。でこれああ来ましたよ。さあそしてこう下へ見ていくと、あ、これ過去に海桜関連で発表した音楽たちがこう載ってるわけですね。はいはい、そうなんです。はい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 。で実際にここからこの音楽を聴けたり変えたりするということなんですよ。はい、そうなんですよ。いやーいいですね。買っていただきたいです。そうですね。今までこうバラバラにこうリリースしてたからなかなか集めにくかったと思いますけど、ここを見れば一発で海桜関連の音楽たちが分かるということですね。そうですね。さあ古澤さん、この中で、うん、じゃあまあ選びにくいかもしれないですけど、おすすめの一曲っていうのはありますか。悩んじゃうんだけど、はい、一番最新のがですね、はい、LTO でございます。あ、はい、これは海桜でやっている Lead to the Ocean のテーマソングを作ろうということでですね、うんうん、はい、ケンザ390さんが、はい、知ってます、ラップの。ラップのね、サランラップじゃないですよ。いや、わかりますよ。わかりますか。はい、ケンザ390っていうラッパーと、はい、レイ赤池という素敵な自然に溶け込むような声を持ってる。これラッパーじゃないんじゃないですか。これ DJ じゃないですか。ラッパーマイクじゃないですか、ね、あ、そっか。ピヤー。はい、どうぞ。で、まあ、ケンザさんが作ってくれて2曲なんですけども、うん、1つは LTO、うん、でもう1つはですね、こう夏を感じるような、うん、素敵な歌が収録されております。なるほど、はい、これ実際どんな風に聴けるかっていうのをちょっとタップしてみましょう。はい、LTO をタップしてみると、あ、こういう画像になります。このジャケット綺麗でしょ。綺麗ですね。でこの見ていくと、この各種配信サイトというボタンがありますので、はい、こちらをポチッとすると爆発する。爆発はしません。しないですか。そんな風にはね、組み込まなかった。これ僕が担当したんですよ、このホームページ作るの。実はすごいよく頑張って。いやいやいや、いろんな人の手をお手伝いをいただいてホームページ作成しました、うん、そうするとこう各種配信サイトがこうずらっと表示されます。はい、で、まあ、お好みの、音楽配信サイト行っていただいて、まあ、例えば僕だったら Apple Music をいつも使っているので、うん、行くと、これずらっと並んでるのはどこでも買えるってことでしょ。そうです。すごいね。すごいですね。で、そうするとこういう画面になって、うん、もうタップしていただけたらもう聴けるし、うん、これもちろん買って聴いていただいてもいいし、それからストリーミングで聴いていただいても構いません、うん、思う存分ここからダウンロードしたりストリーミングで音楽を聴いていただきたいと思います。ストリーミングよりね、はい、買ってもらいたいね。オフラインでいつでも聴けるので、はいはいはい、ネット環境のないところで聴けるっていうのが
その音楽を買うってことの利点なので、いいこと言いますね、はい、どこでも聞きたい人はぜひ購入をお願いいたします。お願いします。さあ、そして古澤さん、はい、こんなサイトを作っちゃったりして、うん、これからどうするつもりなんですか？実は今年も、うん、海桜ミュージックフェスティバルをですね、復活させようと思ってたんですよ。過去にやってたっていうコンサートですね、はい、皆さんへの感謝を込めて、はい、久々に復活と思ってたんですが、うん、こういうご時世で、はい、なので来年、はい、再来年と、はい、どっか分かりませんが、はい、必ず海桜ミュージックフェスティバルは復活させたいなと。そのまず足がかりとして、はい、このホームページを作って、皆さんにもあらかじめ、はい、いろんな曲聴いておいてほしいということなんですね。それと、はい、もうすぐですね、ええ、今いろんな曲を作っているんですが、新曲があるってことなんですか？そうなんですよ。パイレーツ海桜っていう曲を配信できるように作ってるんですよ。ほう。それを、はい、なんで今ここでお話したいかというと、うん、パイレーツ海桜っていうのは、うん、海桜に参加してくれた方たちと綺麗になった時、または年末とか一緒に肩を組んで歌いたい、うん、であのテミアンさん、伊藤慎太郎さんっていうですね、素晴らしいミュージシャンと一緒に、うん、そして海桜の仲間と一緒に作った曲ですので、はい、もうすぐ11月ぐらいには配信できると思います。もちろんこのサイトで配信、はい、購入ができるということですね。そうですね。ぜひ皆さんチェックお願いします。本当に覚えてほしい曲で、ね、はい、みんなで歌いたいですね。そうですね。音楽ってやっぱ聴くのもいいですけど、歌うのも楽しいですから、みんなで歌う楽しさっていうのがありますから、音楽には力がありますからね。ぜひともこのサイト、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでですね、古澤さん、はい、そんな音楽が好きな、まあ、ご自身ではそんなに詳しくないとはおっしゃってましたけど、うん、ここで一つね、ちょっとでもその音楽の知識を試してみたいと思います、うん、こんなサイトを作っちゃうぐらいなんですから、うん、答えられて当然だというような簡単な音楽クイズばかりを用意しました、はい、でこれをご覧の皆さんも、あ、そうなんだといったような、はい、まあ、雑学クイズみたいになっておりますので、まあ、ちょっとやってみましょう、はい、というわけで、はい、僕がクイズを出しますので、ここからは回答者として海桜の石合由美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。由美さんは音楽どうですか？小さい頃ヤマハ音楽教室でオルガンをやっていました。すごいじゃないですか。発表会でやったんですけど、なぜかタンバリンでしょうね。由美さんの歌声を ね、最近はカラオケとか行かないですけど、なかなか行けないですよね。まあ、みんなで行くときもありましたよね、うん、過去にね、はい、その時に歌じゃなかったですね。あ、どんな感じなんですか？お経。そんなお経ボイスの由美さんと、純ちゃんエンターテインメントの古澤さんに、これから簡単な音楽の雑学クイズを出していきたいと思います。いきます。第1問、はい、昔のピアノの鍵盤は今とは色の配置が違いました。さあ、どんな色の配置だったでしょうか？ピアノ、はい、さあどんな配置でしょう？はい、古澤さん、木なので、うん、木目ですね。違います。嘘。はい、はい、由美さん、昔は、うん、白、黒、白。惜しい。え、ね、黒と白が逆だったんだ。正解です。さあ、続いていきましょう。第2問、でで、2020年までの時点で国内で最も売れた CD アルバムを出したのは誰でしょうか？日本人ってこと？日本人ですね。もう当てちゃっていいんですか？もちろんいいですよ。森じゃない？由美さん、嵐。違います。嵐さんじゃない。古澤さん、ポカスカじゃん。笑っちゃ失礼ですけど違います。古澤さん、やっぱり安室奈美恵じゃないですか？あー、違いますね。惜しいの？女性ではあります。あ、古澤さん、ドリームズカムトゥルー。違います。古澤さん、美空ひばり。違います。由美さん、浜崎あゆみさん。違います。出ないかな。古澤さん、健直子さん。違います。はい、タイムオーバーです。正解は宇多田ヒカルさんでした。あ、
この方は忘れてましたね。順位変わる。はい、第3問。日本初のカラオケボックスが登場したのは、都道府県でどこでしょうか。これ当てたらすごいですけどね、ゆみさん。北海道。違います。古澤さん。東京。違います。カラオケボックスですから、コンテナとかがよく使われてますよね。海辺が近いということで。はい。ね。神戸。違います。神奈川。違います。港町ですよね。港町っていうイメージじゃないですけどね、実は。そうなんだっていう。そうでしょう。はい。長崎。違います。これは出ないかな、正解は。岡山県でした。これ意外ですね。じゃあ第4問。ドレミファソラシド。元は何語でしょうか。ゆみさん。オランダ語。違います。ドーナツ。お、古澤さん。スイスとか。違います。ゆみさん。ドイツ語。違います。ゆみさん。イタリア語。正解。お、ドレミファソラシドはイタリア語でした。そうなんだ。はい。日本では最初、やっぱイロハニホヘトっていうので音階を表してたらしいんですけれども、まあ、だんだんドレミファソラシドになっていったという歴史があるそうです。イタリアでね。さあ、最後の問題です。これで決着をつけましょう。最後の問題。決着つく。はい。いや、決着つくでしょ。でしょ。1ポイントずつですから。はい。そんなにちゃんと説明しないとダメですか。じゃあ最後の問題です。お願いします。子供が学校で使うカスタネットが赤と青の2色である理由は何でしょうか。え、下ネタ。いや、違う、下ネタ出さないんですよ。これは船とすごい関係があると思います。なるほど。右舷が青、はい、左が赤と、うん、叩くところの右と左を明確にするためにですね、はい、色分けしたんではないでしょうか。素晴らしい。あら、違います。あ、違う。でも、もっともらしいですね。さすが戦具屋。さすが戦具屋。まあ、青はどんなイメージですか。赤はどんなイメージですか。空と太陽。空と太陽じゃないですか。違います。これヒントですね。最初は赤一色のカスタネット、青一色のカスタネットだったらしいんですけども、古澤さん。男女平等。正解です。しゃあ。そうなんです。赤が女の子の色、青が男の子の色で男女で使ってたんですけど、男女兼用にするために赤と青のカスタネットが生まれたということなんですね。ということで、このクイズ1対2で古澤さんの勝利です。ありがとうございます。さすが純ちゃんエンターテインメント。まあ、そうでしょうね。はい、素晴らしい。ということで、負けた由美さんにはこちら青汁を。しかもこの沈殿してる感じが最高にまずそうですね。飲んでいただきます。まあね、罰ゲームというか、ただ健康になってほしいという思いだけのものでございます。じゃあ、ゆみさんお願いします。いただきます。はい。できるな。お、すごいな。うまい。ありがとうございました。うまいじゃないんだけど。ごめん、もう一回。いやいや、いい、全然いい、全然いい、これでいいんですよ、本当に、ユミさんは。ということで、お二人とも、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。